ヘンナは、ミソハギ科の植物の名。和名は、ヘンナ、つまくれないの木エジプトイボタノ木。学名は、ローソニアアナアマス。主に、マニキュアやヘナタトゥーなどの染料として、古代から使用されてきたハーブである。エジプト、インド、北、アフリカ、イランなどの乾燥した水はけの良い丘陵に育つ。ミソハギ科の高さ3メートルから6メートルほどの常緑低木。白、 または、ピンク系の花、長さ2センチ幅1センチほどの楕円形の葉をつける。葉を乾燥させて、粉にしたものを水などで溶いたものが、古くから髪、眉、爪、手足などの染色やペイントに使用されている。染料となるのは、ローソンという赤色色素で、そのローソンがタンパク質に絡みつく習性を持っているため、人間の頭髪や皮膚に色がつく。 その歴史は記録に残っている限りでは、選手時代にまで遡り、クレオパトラも変なで爪などを染め、現代でいうマニキュア代わりとして使用していたという。ヨーロッパではトリートメント目的でペルシャ産のの変なが使われており、日本でも近年白髪染めとトリートメント目的でインド産の変なが使用されている。一般的にペルシャ産の変なの方が質が良いとされている。 染色用途以外にも、などと交渉されているが、そのメカニズムに関しての資料報告は、現在のところほとんどない。古くは、アラブ馬の縦髪を染めたり、切り傷、海洋、炎症などに使用されたり、マニキュアや眉積み代わりに用いられた。現在では主に、天然素材の白髪染めヘアートリートメントの原料として、または、メヘンディヘンナタトゥーヘナージュなどと呼ばれる。 ボディーペイントの原料として使用されている。草木染めなどにも使用される。天然の染料として人体にも使用できるハーブとして注目されている。花は香水の原料にもなる。ヘナの木は北アフリカ、アジア、オーストラリア北部などの半乾燥帯と熱帯に自生する。摂氏35度から摂氏45度の間で育ったヘナが最も染まりが良いとされる。 高雨のある間、ヘナは早く成長し、新枝を出すが、長引く乾燥や涼しい天候においては、葉が徐々に黄色になり、落ちてしまう。摂氏11度以下の環境では、成長ができず、摂氏5度となると死んでしまう。ヘナ。ハウスターフワックス、リリーブド5メイ2013。ヘナ。 インスイクロープディアブリタニカ、http コロンスラッシュスラッシュ www.britanica.com スラッシュ e b c h c k e t スラッシュトピックスラッシュ261271スラッシュ henna2013 年5月5日閲覧ベクトルド、トーマスムサック、リタ、ハンドブックオブナチュラルカルランツ。 ジョン・ワイリーサンズ P155ISBN 9長7804億7074万4963ありがとうございます。